岡崎勝夫岡崎勝夫は日本の政治家、外交官、元内閣官房長官、外務大臣。第二次世界大戦後、吉田茂によって推進された対米協調外交において重要な役割を担った人物。神奈川県横浜市生まれ、岡崎康之助の十男。兄に政治家で日米富士自転車を創業した岡崎九次郎がいる。厚木中学。 第一高等学校を経て、1922年、東京帝国大学経済学部を卒業。1924年パリオリンピック陸上競技、代表、外務省に入省する。パリ在勤中の1924年パリオリンピックに、長距離総選手として、出場の経験を持つ。軽かった総領事、外務省調査官、情報局情報官を経て、 外務省調査局長となる。終戦後の8月19日、連合軍と降伏手続きの打ち合わせのため、河辺寅志郎参謀を次長の随員として、マニラに飛ぶ。その後終戦連絡中央事務局長官として、茂光は大井外相とともに9月2日の戦艦水号上での降伏文書調印式に参加した。降伏文書調印式に出席する岡崎、 水売り合勘場での式典が終わって、数時間後の午後4時過ぎ、終戦連絡委員会の鈴木久万講師は、GHQ のマーシャル参謀次長より、翌9月3日に告示する予定の、産布告について告げられた。その内容は、以下の通りで、完全な直接軍政である。一切の政府の堅牢を連合国最高司令官の権力の下に置き、 英語を公用語とすることスキャップ命令への違反者は、占領軍裁判官が処刑する権利を持つこと、占領軍の発行する B 軍票を通過として認めること知らせを受けた外務省はすぐに、岡崎を横浜のホテルニューグランドに派遣し、2日、深夜マーシャルに面会の上三婦国の交付差し止めを要請、同意取り付けに成功した。翌日には、 茂光外相とマッカーサーの会見により、間接統治の方向で打結を見た。しかし、三福国を撤回させられた GHQ は岡崎を公職追放としてしまう。1945年10月、しで原内閣が発足し、吉田茂が外相になると大幅な人事異動を行った。これを機に、 岡崎は辞表を提出するが、その身の処し方が吉田の印象に残ったと見え、直接電話で呼び戻され、しばらく吉田のアシスタントのような仕事をしていた。翌1946年がいい知事、吉田内閣の発足とともに正式に外務省に復帰し、総務局長、事務次官を務める。なお、事務次官時代に杉原千畝に退職干渉を行っている。 1949年、第24回衆議院議員総選挙に、民主自由党から旧神奈川3区にて立候補し、当選する。以後当選3回。また1950年前後より、日米富士自転車の社長を務める。1952年9月1日に、選挙事務所開きが行われた際、藤沢駅前の旅館で選挙民1000名に、 主職のもてなしを行っていた疑惑が取り沙汰された。国家地方警察神奈川県本部と横浜地方検察庁は選挙違反容疑で130名の参加者を取り調べたが岡崎が園席に出席していたと証言するものはわずかであった。このことから1953年9月2日、横浜地検は最高検宛てに不起訴処分とする報告書を送っている。 衆院外務委員長を経て、1950年の第3次、吉田内閣第一次改造内閣では、内閣官房長官として入閣する。1952年には、国務大臣として、米国ラスク国務次官補と交渉の上、中流軍への施設提供、費用分担を取り決めた、日米地位協定を締結した。また、同年より、 外務大臣となり、1954年には、日米相互防衛援助協定を締結した。外務大臣時代の1953年に、中国残留日本人孤児の日本への引き上げに関する民間交渉で、中国に渡ろうとした、高ー富参議院議員に対し、共産国家への敵視政策から旅券を発行しようと、せず、日本国内で大きな問題になった。 これらのように、吉田対米協調路線の忠実な代弁者として、重要な協定の締結に当たってきたが、あまりに熱心すぎたためか、1954年4月には、日米協会でのスピーチで、米国のビキニ干渉での水爆実験に協力したい、と述べ、第五福竜丸被爆の悲劇の直後であったために、国民の憤劇を買った。 吉田大臣後は1955年の第27回衆議院議員総選挙で落選。1963年の第30回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で旧神奈川一区から立候補したが落選し、政界を引退する。その後はアラビア赤油相談役、国連大使などを務めた。1999年に中高文庫で、 戦後20年の変歴シリーズ戦後史の証言占領と講和録が刊行された。現版は、鹿版、シリーズは、全発刊。第21般人事更新録上によれば、第21般人事更新録上より、ハット JOC、オリンピック歴代日本代表選手全記録 SPORTS-REFERENCE.com プロフィール、カツオ、 岡崎ファット、森山金次反骨のヒューマニスト第一章。2007年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年8月17日閲覧。的確な証拠なし岡崎外相不寄訴。朝日新聞昭和28年9月3日7面。ありがとうございます。